王与家良は、甲骨文研究者、中国語教育者である。中日辞典編纂のために1954年に日本に招かれ、以後日本で活躍した。1941年に、上海東和道文書院大学、花火辞典中国人返委員兼、中国語講師として就職。終戦で辞典編纂事業は中断した。接収された辞典資料は、 日中友好協会を通じて1954年に日本に引き渡されると、王洋は11月4日に、坂本一郎神戸市外国語大学教授と外交官吉田長尾に羽田空港で迎えられて、東京で開催の時点編纂再開検討会に出席した。翌1955年につまばり、六沢を協力者として呼び寄せ、夫婦で中日時点編纂と、 中国語教育に携わった。1956年より、王洋は日本の外務省研修所で中国語教師として外交官要請に従事し、国際キリスト教大学でも講師として中国語を教える。新末、中華民国初期の外交官、王洋高の第四子であることから、中、米、非に格別な人脈と平和主義感を受け継ぐ。王洋科料は、 当代の書家、王洋順位の四十四代目、子孫、北宋の文人で金文の完成者とされた王洋治の二十四代目子孫。また、王国威、羅新玉、唐作品、各末尺の四人とともに、中国の甲骨文研究合同と呼ばれる。九百七十六年に、周慶州五巻一冊中国五番五百冊を上司して、世界の著名大学図書館に寄贈して、 多いと、当作品の意思を実現した。1984年に、集計集鉱骨文集日本語版を刊行。1980年11月13日に、脳一血で重い障害を負ったが、鉱骨文研究に関する情熱は衰えず、左手で処する巨匠と称えられた。応用化量の鉱骨学を記録しようとした、中国の研究機関から商品状を受け取ったことから、 甲骨文発見90周年にあたる1989年に帰国する予定を立てるものの果たせず1992年5月1日に東京で延民した。次女、関富子は父親の遺木と語りを基調に甲骨文字で遊ぶ中国の十二子物語を表し甲骨文発見110周年にあたる2009年にジュラ出版局から出版した。 第一次世界大戦終戦の1918年に、新末民国初期の外交官、王洋皇の60歳児の子として生まれる。母親、陳二式媒はが赤である。幼少期に、父親と信仰が深い王国威から、甲骨文字を描く楽しさを学ぶ。1922年に、父親の中地立大使婦人に随行して、地理、メキシコ、アメリカ滞在中に、マヤ文字に触れ、 一層、小形文字への関心を高める。1927年に、父親と共に帰国し、北京育英学校小学部に転入。同時に、初代中米大使であった、長影等が至近城の北にある影山で、外交官子女の中国語を補修する、西山意識官文塾に入塾。一流の学者が、ボランティアで自由買った綱帰国子女を指導した、この塾で、 王陽歌僚は国語辞典編纂第一人者の多い、甲骨文学者の羅針玉と当作品に出会い、甲骨文研究を本格的に学び始め、またこの塾で愛深格羅不義不潔兄弟とも交流した。1938年3月27日に中華全国文芸会公的協会成立イベントに参加。直後、表玉賞と、 李徳前夫妻から各松弱に紹介され、表玉省夫妻が保証人になった下で、武漢の落下山で、都市事,事例を学ぶことになった。同年、泉道の方が与えられ、20歳の若さで、中国の甲骨文研究後同入りを果たした。1941年に、上海で、東亜道文書院大学の中国人辞典編参院、公募広告を見て、平和はコミュニケーションから、 それには、辞典が必要という理念に燃えて応募し、採用された。1943年に、中国の書道教授、国語教師、外交官資格試験に合格。1945年8月15日、終戦。1月後に、東亜道文書院大学の辞典資料は接収され、中華民国政府教育部系国特派員、公書責任者、小福と委員。 テーブリタクに預けられる。東和道文書院大学関係者は帰国後、1946年11月15日に愛知大学を設立。1949年中華人民、共和国成立翌年、当時の愛知大学、本間基一学長が、東和道文書院大学廃校時の花肘典編纂委員長だった鈴木拓郎教授の名義で、日中友好協会理事長であった。 内山肝蔵氏を通じて、当時の中国科学院委員長、各松弱氏宛に、自転資料の返還を願い出る。中国は、周恩来総理と、各松弱中国科学院委員長兼中国人民、保衛世界和平委員会会長の調整を経て、各松弱氏が提案した、中日両国人民の遊戯と、文化交流の促進の検知から、 文化交流の贈り物として、日本の方々に贈るという形をとり、自転資料は1954年9月12日に、引上げ船港湾丸に積まれて、単空を出港し、9月27日に、舞鶴に入港し、東京の日中友好協会本部に輸送された。そこで、王洋は、同年11月4日に、坂本一郎神戸市外国語大学教授と、 吉田長尾外交官に羽田空港で迎えられて辞典編纂再開検討会に出席した。翌1955年につまばり、六沢を協力者として呼び寄せ、夫婦で中日辞典編纂と中国語教育に携わった。吉田茂が外務省研修所の語学教育の充実を考え、清水忠さん中中華民国日本大使が中国語教師に 応用科僚を推薦したことから、1956年より外務省研修所で中国語教育を担当。同時に国際キリスト教大学においても教弁を取る。当時、外務省研修所は東京大学東洋文化研究所内にあった。東京大学東洋文化研究所が応用科僚に増書を自由に閲覧させる幸運に恵まれ、応用科僚は 辞典のための白草作業と、語言語詞の探索、かつ、甲骨文学者としてのライフワークを続けることができた。北京夫人大学39年期生の劉正期の妻を照るみ、同40年期生で、1972年、日中国交正常化後の、発大中北京日本大使を歴任した小川平志郎とは共に、日中国交正常化交渉に際し、水面下で貢献した。 終戦で中断した時点編纂事業が再開した翌1956年1月に中華人民共和国が第一次漢字勘化法案交付1957年に標準温度馬字表記ピンインを新ただし1958年2月に看護ピンイン法案を交付した応用は愛知大学中日大時点顧問として反対時も反対時もルーツは 高骨文字。日本に一冊は、反対字と反対字を併記した字典を編纂しなければならないと、新言。応用家領は、秋代の十家、主春水以来日三百年と、父親、応用高生誕百年を記念して、1958年に、泉道春秋学院甲骨文研究所を設立。当代の書家、応用順の四十四代目子孫かつ、 北宋の文人で金文の完成者とされた、王洋治むの十四代目子孫という自覚と、鉱骨文学者である王国威、羅新玉、陶作品、各松着の四道に支持した自覚から、鉱骨文と金文の解読並びに希少になった鉱骨文献復刻版の出版をライフワークにしようと決意したのであった。以降、職務の傍ら、古代印象の文字文化を広め、 説問会時から表意文字に潜む古代人の感性と心を解いた。それは実に日中同文の恵みである。王与家業は母親、陳二式梅を北京から香港経由で日本に迎えた1960年に台北に立ち寄って恩師の王位と当作品を訪問。その際、領主から1950年に完成した甲骨文表記の詩集。 集計集の出版を委ねられる。王与家業は15年かけて聖書した。父親の恩師への思いに感動した、長男、王与伊佐子は、父親の監督下で変、不死で、王位と、当作品の意思を結実したのである。幼馴染の愛深刻ら不潔に一冊を寄贈したところ、歌二首、陰居甲骨沢流町中長何キロで光喜び、大体制選手。 ケーキ、重栄壺、アカルリンロウ、五冠、アズマキタルカンボック抗菌重硫骨素印症、フルタメイマ用拠分賞範与タンタガネ、先週、ケーチヤギエ、アオグロレイコウ、大成金玉章をヤンを授かる。1980年11月13日に脳一血に見舞われる。35日後に蘇生したが、右半身と、苦絶麻痺の後遺症を追う。しかし、 甲骨文研究に関する情熱は衰えず、左手で処する巨匠と称えられる中、長男の王洋伊佐尾は1984年に、集計集甲骨文集日本語版を出版した。この時、当時の京都大学人文科学研究所、竹内実教授は、明暗入り混じった日中の関係にあって、王洋加良先生が、 日本の中国に関心を持つ人材を育成されてきた功績は知る人ぞ知る大きなものがあります。しかも先生は家計を受けて芸術の才能も豊かであり、鉱骨文芸術の独特の園地を開墾され、そこに絢爛たる花を開かせておられます。この度その修営を出版される運びに至ったことは晩年を迎えられつつも、各尺たる先生の高校の記念碑であるばかりでなく、 先生が多年後尽力なさった日中の文化交流上にも歴史的な政治であると言えましょう。先生に数々の貴重な教育を受けてきた門弟の一人として喜びに耐えず、これによって先生の存在が日本の心により後半に刻まれることを望んでやみません。と推薦文を書いた。王洋は1985年に中国で 甲骨環境をこれ願いを発表。中国から次々と昇平状が届いたことから体調を整えて帰国を決意する。不死は甲骨分発見90周年にあたる1989年に帰国の意が固まったが、その直前、長男が何も知らされずしかも出勤で留守の間に王陽化料の帰国を阻止する意図を持ったある人物によって、 東京郊外の特別養護老人施設に措置入所させられる事態が生じた。その結果、帰国を果たし得ないまま1992年5月1日に2度目の脳一血にて永民。王与家領の遺作の大半は、それらの作品を所有する権利もない人物から、遺族に断りもなく、防止役所並びに、防止立大学へ寄贈された。その後遺族からの遺作返還要求に対し、 市役所は、普段の寄贈者に所有権がないと判断して受け取った遺作を2012年に全て返還したが、防市立大学は所有権を主張して、遺作の返還を拒否しており、2017年現在、裁判係争中である。なお、市役所から返還された、応用化料の遺作のすべては、すでに、中国国家図書館と中山市博物館に寄贈されて、 研究資料として公開されている。遺族は残りの遺品が返還された場合も、応用化料の意思に沿って全てを中国を中心にした研究機関、図書館、あるいは博物館に寄贈することに決めている。中国国家図書館は2012年4月にユネスコ世界記憶遺産申請準備としてインチギリ重工展を開催した際に応用化料没20周年を兼ね、5月に 北京市範大学図書館が、王洋家梁鉱骨著作展を開催。2017年10月30日パリにて、鉱骨編は、陰王朝の記憶遺産としてユネスコ世界記憶遺産審査に入選した。遺族、王洋伊佐尾と関富子は、多くの協力者を得て、遺木1700点を回収し、2013年10月30日に、 中国国家図書館に寄贈した2018年5月18日、6月18日、中山市に寄贈したい僕が、中山市博物館主催の、甲骨単身、記念、応用花漁単身100周年処方作品展に展示され、甲骨単身、応用花漁処方作品集もこの作品展に合わせ、出版された。また、 遺族、関富子に対し2018年5月18日関東省文化物保護基金から2018年度文化遺産保護、土質貢献人栄養証書を授かった。遺木里帰りを目的とした回収活動はなおも続く。編纂に協力した辞典、著書、復刻版発行。ありがとうございます。